足は痛みませんか？はい、ちょっとひねっただけですから。ごめんなさい、おんぶまでしてもらって。俺は戦車です。こうして認めた相手を乗せて運ぶのが役目。これくらい迷惑のうちにも入りません。ありがとうございます。惚れ薬は？崩れた城の中に捨ておきました。粉みじんになって回収もできないでしょう。意地悪。それで結構です。あんなものを使わせるくらいなら俺はクズでいい。聞いてもよろしいですか？ダメって言ったら聞かないでくれるんですか？いいえ、聞きます。なぜあんなものを欲しがったんですか？竜たちとの話を聞いていなかったんですか？聞いていました。ですが納得できなかった。困っちゃうな。あれでほぼ全部なんですけど、惚れ薬自体も私に効くかどうかなんてわからなかったし。でもそうですね、あえて言うならきっかけが欲しかったんだと思います。きっかけ？はい、いつまで経っても同じ関係、変わらない距離、それを心地いいと感じていました。でもこのままじゃ嫌だと思って。違うのかな、漠然とした不安があって、このままだと後悔する気がして。だからどうしても何かを変えたかったんだと思います。やっぱりくだらない。あ、ひどい。自分から聞いておいてそんな風に言うなんて。言うに決まってます。いえ、言わせてもらいます。俺はあなたのそんな姿見たくなかった。そっか。じゃあアレンさんにそんなこと言わせるくらいには、もしかしたら私は変われてるのかもしれませんね。やっぱりあなたはあのウサギと出会っておかしくなった。あ、やきもちですか？今夜のあなたには嫉妬する気も起きない。でも私はアレンのそういうところ好きですよ。悪口ばっかり言いながら、それでもちゃんと助けてくれる優しいあなたのことが。やっぱりくだらねえ。